女神様が再び我らを試したとしても我らは決して屈しない。悪魔の悲しみの英雄だ。機械を強化させて。ほらこっち、会いたかったよ。見たことない。さっさと逃げ出してれば。汚れが機械を凶暴化させている。あんなの見たことないぞ。それじゃあんたがアーロイ？義勇団から聞いてるよ。悪魔の悲しみの英雄ね。手を貸しただけ。みんなもいたし。マレアか。メリディアへの道を探している。カージャの首都の？ここから西に行けばいい。たどり着く前に兵士に止められるだろうけど。どうだかな。いい？西に行くにはカージャの要塞を通らなければいけないのよ。どうやら聖地が汚れに侵されるのを恐れてカージャが門を閉ざしたらしいって話よ。マガツキを片付ければ通してくれるのか。多分ね。でも義勇団は手を貸せない。助けはいらない。まさか一人で片付けるつもり？腕がいいんだ。その言葉が本当ならいいけど。西にあるカージャの砦を通ればその先にメリディアンが。そう、太陽の砦って場所。見捨てられた村の近くよ。見捨てられた村？今は名前すら忘れられた村よ、私のふるさと。何があった？戦よ。カージャの赤の動乱でやられたの。あの時私は15。他のみんなはやられちゃったわ。ノラは村を捨てて逃げたのよ。ここ母の頂へとね。戦いが終わった今でも谷に戻らずに。あそこはサントの中立地帯になってるのよ。汚れはどこまで広がってる？谷の入り口で機械を見かけたわ。南にもマガツキがいるって噂を聞いたわよ。汚れにやられるのは機械だけじゃない。人の皮膚もただれ病を起こすわ。マガツキに弱点はあるのか？どうも普通の機械より火を嫌うようね。不幸中の幸い。この呪いを解けるのは神だけね。誰かが原因を突き止めない限りな。長老たちがお告げを。神に祈って戦い続けるしかない。この場所は聖なる地の境界を守っている。よそ者も来るだろう。ええ、もちろん村の中にはいないけど谷の先にはいるわ。戦が終わり彼らも谷に入れるようになった。商売する人も中にはいる。ここはいわゆる中間地点ね。聖地でも外国でもない。狩人の集会所に行ってみるといいわ。粗末な小屋の塊みたいなものだけど通過地点として使われてるの。メリディアについても何か聞けるかもな。お前はここの責任者か？ソナの助言の下で。彼女働きどうしよう。休めと言われて休むか？私たちは自分で身を守る。15回もの襲撃と3度の侵略に耐えてきたのよ。耐え抜けるわ。過去の栄光にすがっていると多くが命を落とす。知らないでしょうけど私も試練を勝ったのよ。それも骨折した足を引きずりながらね。際どかったわ。でも抜け道を見つけたのよ。マレア、これは試練じゃない、戦だ。ええ、そうね。母なる頂を守る、それが試練を勝った私の望みだったの。ずっとノラの誇りのために戦ってきた。死が待っていても構わない。そろそろ行く。わかった。気をつけてアーロイ。探し物が見つかるといいわね。お前はノラ。痛いけど義務を果たし、自分が倒れた時に記憶されるよう祈るんだ。あの子はおばあちゃんと一緒にいる。僕に何が起きたとしてもこの辺はまだまだ安全じゃないって分かってるでしょ。理解できないものがあるのね。月はもう雪の寒さでうずく。悪が具現化したようなものだ。この辺はまだまだ安全じゃないって分かってるでしょ。死者よ、ようやく真っ当な野良族になれたんだな。よかった。今のは脅しじゃない。
汚れが立ち上ってる。汚れたウォッチャーども、疲れたか。できるだけ倒してるんだ。これでカージャの砦を抜けられるといいんだけど。戦いの音、砦が攻撃されている。コラプターだ。
だ。私が来る前から晴れてたけどな。くれないのか。聞こえただろう。門を開けろ。それとバラン隊長に報告しとけ。どこへ行くつもりだ。西だ。メリディアンへ。門を開けろ。砕き石の道はそうやすやすと渡れるものじゃないぞ。バラン隊長と話してみるんだな。最近メリディアンから派遣された。もし会いたいなら砦の左のバルコニーに行ってみろ。そうか、どうも。感謝するのはこっちの方さ。機械を倒してくれた。お前に光あれ。